現代の主力戦車はスピードとパワーのバランスを兼ね備えている。湾岸戦争を勝利に導いたアメリカの M1A1 エイブラムスは現在世界最高の戦車とみなされている。エイブラムスはドイツ製の 120mm 滑降砲を装備し、6マイル以上離れた目標を射程に捉えることができる。1500馬力のタービンエンジンを内蔵し、重量に比べて駆動力も優れている。各乗員や小隊などに引き渡す前に、エイブラムスのことをよくこんな風に説明しました。これは戦車だと思っているかもしれないが、実際はヘリコプターなんだと。たまたま地上を浮かんでいるが、スピードと性能の点ではこれはヘリコプターと同じなんだと言ったのです。M1 はまた高性能の電子機器も装備している。また安定性に富んだ戦車砲、レーザー測距装置や暗視装置も装備している。目標を捕捉してから砲弾を装填し、砲手が準備し実際に発射して敵に命中するまで5秒から10秒くらいです。機動性の向上、高速化により敵にとって最大の弱点に 120mm 砲を撃ち込むことが技術的にも可能になったんです。エイブラムスを開発した時の大きな目標の一つは、乗員一人一人の生存性を向上させることでした。兵士らが戦車に乗り込み再び戦闘に行かねばならなくなった時、第二次大戦中シャーマンのために苦戦を強いられたアメリカ兵のような目には絶対に合わせないようにすることが我々軍としての使命であり役割であり強い願いだったのです。 M1 の正面の 60% はイギリスで開発された極秘の素材チョバム装甲で覆われている。これでほぼ全ての対戦車兵器から完全に身を守ることができる。チョバム装甲の素材や構成は機密扱いで、イギリスはこれについて何も言っていません。しかしチョバム装甲により熱エネルギー弾や運動エネルギー弾による攻撃から身を守ることができます。乗員を守るため砲弾は分けて保管され、被弾して誘発した時も外へ向け爆発するように作られた。砲弾を分けて保管し、たとえ砲弾が爆発しても戦車の内部ではなく外部へ向け爆発するようにしました。炎や熱を逃がし、砲弾の誘爆による被害が内部に及ばないようにすることで、燃料を補給すれば再び戦える状態になるのです。しかし生存性を最も左右するのは乗員が受ける集中訓練プログラムだろう。アイデンティファイ、アップ、ファイア、オールウェイ、ファイア、ホームインペイ、アイデンティファイ、アップ、ファイア、オールウェイ、ファイア、ホームインペイ、ファイア、ファイア。戦場の臨場感を出すためシミュレーターも開発された。次世代の戦車である M1A2 は視界確保のためさらに高度な電子装置が装備されるだろう。レーザーなどいろいろな機器が装備されているので、戦車の操縦も大学でじゃないと困るだろうな。実際に戦車に入って手砲の操作の仕方を教えてもらいました。実際に手砲を発射する以外は全てやってみましたが、M1 主力戦車と我々がノルマンディで使ったシャーマンの差はとてつもなく大きいです。まるで T 型フォードと真っさらのキャデラックを比べるようなものです。現在世界各地にたくさんの優れた戦車がある。120ミリ砲を持ち、チョバム装甲を装備したイギリスのチャレンジャー。
同じく120ミリ砲を装備したドイツのレオパルト2、そして125ミリの主砲を持つロシアの T80。 燃費が悪いと批判され、その信頼性に疑問の声も上がっていたエイブラムス主力戦車も湾岸戦争では大勝利を収めた。今までのところ砲弾を使って敵の装甲車両と本格的に戦ったことはありません。戦闘態勢を取り、こちらの装甲車両や戦車を見せてやれば、相手はすぐに降伏してしまいます。湾岸戦争での大勝利は空軍陸軍そして戦車兵の献身的活動の結果なのだ。丸4日間、ずっとバグダッドに向かって走り続けているのに、仲間の士気が落ちていないのには驚かされます。睡眠不足だと文句を言っている者もいますが、みんな自宅に早く戻りたいのなら北に向かって進み、任務を果たすのが一番だということを分かってるんです。今世紀を通じ、戦車は動きの鈍い初期のモデルから防御、機動性、火力面に優れた現代的モデルへと進化していった。しかし昔から全く変わらないことが一つある。それは戦車戦で勝利を収めるには、戦術家の才能、訓練を積んだ兵士、責任感、勇気が必要だということだ。勝利とは優れた機械ではなく、人間の精神がなせる技なのだ。